あ、白い方が通常のスタジアム、はい、これが通常のベイスタジアムですね。でそれに対してこちらがデュアルサイクロンベイスタジアムという商品になりまして、こちらにですねスイッチがあります。これをオンにしていただきますとこのようにそれぞれ右回転左回転とこちらの回転台が乗りますので、ここに、まあ、コマ、ベイブレードが来た時により加速した状態でお互いとぶつかり合うという。これはあかんぞ。そうなんですよね、バトルが本当に加熱するという真ん中これバーンってなるじゃないですか。そうなんです、クルクルバーンみたいな形で当たるので、クルクルバーン、はい、かなりヤバい商品となってます。盛り上がる、はい、まあ、実際見ていただこうと思うので、ちょっと早速私ともう一人でバトルをしていきたいと思います、はい、お願いします。はい。じゃあ、少々お待ちくださいね。これ普通にやってもバーンとなるのに。そうなんです。すごいな。じゃあ早速、はい、バトルを行っていきたいと思います。それぞれどういう特徴があるんですか。はい、私が使うのこのアタックタイプのファングフェンリル BJ という商品になりまして、これ実はですねこのデュアルサイクロンベイスタジアムとのセットでデラックスセットというものに同梱されているベイブレードになります。ちょっと最適化されているかもしれませんね。そうですね、こちらがゼヌエクスカリバー MI になりまして、はい、アタックタイプで非常に強いベイということになっています。でもアタックタイプ同士の攻撃的なバトルということで、はい、これは激しい戦いもうやるかやられるかの勝負に、はい、はい、なってくるかと思います。ありました。これで戦うときはもう基本的にずっと回しっぱなしですか。そうですね、回した状態でスタートしますね。じゃあスイッチを入れて、はい、スイッチ、ワン、ゴーシュ。はい、乗ってくる。おお、激しい、激しい、場外に行きそうになって戻ってくる。すごい、バラバラだった。今、耐久力では勝ってましたけどね。あ、かなり無残なやられ方を。すごい、バラバラだった。チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございます。